皆さんどうもこんにちは。今日はね、鉄道開業150周年ということで、電車に乗ろうとセミネに来ています。これからね、有壁駅まで行って写真でも撮ってこようかと思います。はい、本日乗車する電車やってまいりました。701系でございます。ではこれから30分お世話になります。はい、揺られることおよそ30分、有壁駅に到着しました。と清水原駅と一ノ関駅の中間になります。まあ、有壁駅、降りる人は僕しかいませんでした。まあ、ちょっとね、この辺で駅の中でまずちょっとだけ写真を撮ってから外にね、出てみようかなと思います。はい、今、待合室っていうんですかね、というところに来ておりますけどもね、すごいなんか、こじんまりしてて可愛い建物なんですよね。外から見てみますか。ずるずるずるっと、こう引いていくと、はい。こんな感じでですね、すごいなんか、ちっちゃいバス停みたいな感じの建物で、可愛いですね。はい、それでですね、券売機がないんですね。はい、どこ見回しても券売機などございません。はい、ですのでこの乗車駅証明書発行機というのがございましてですね、まあ、いわゆる整理券の発行機みたいなものですね。これをここで整理券というか乗車駅証明書の発券をして電車に乗ると、で降りた駅で、または車内でね、運賃を払うという、ね、形式になっております。よいしょ。今ですね、有壁駅出まして、駅前のね、通りを今歩いているところでございます。いや、なんかセミネとか田尻とかね、そっちの南の方ともまた雰囲気が違う感じでよろしいですな。あ、佐藤旅館ですって。へえ、私こんなとこ知りませんでした。じゃあまたちょっとここでいろいろ写真を撮って、この次にね、撮った写真お見せしようかと思います。では撮った写真ご覧ください。はい、ちょこちょこ歩いて写真見てもらいましたけども、あ、今気づいたんですけど、東北新幹線の線路見えるんですね。はい、でなんかですね、この先ずっと歩いていくと有壁宿っていうの本陣っていうのがあるらしいので、ちょっとねそこを見に行って外から写真でもね撮っていこうかなと思います。じゃあちょこちょこ歩いていきますかね。はい、有壁宿本陣に向かって歩いておりましたよね。川を発見いたしました。あそこ、ね、段差みたいになっててすごいいい音がしますね。でここ今橋の上ででして、はい、有馬川って読むんですかね。有馬川、多分こう読むと思いますけど、っていう川ですね。まあ、非常にね小さい川ですけども、なんかいいですね。なんかちょっと雰囲気を感じるカラオケ、昔ながらのねカラオケ屋さんを発見いたしました。カラオケ愛さんですね。すごいですね、こういうのやっぱり未だに残ってるんですね。ね、こういうのね最近なかなか見ないですからね。はい、なんとなく歩いておりましたら、はい、有壁宿本陣到着いたしました。こんな感じのね歴史ある建物ですね。今日中にはね入ることができなそうだったので、ちょっとね周りの写真を、ね、いい感じに撮ってね、お見せしたいなと思っております。ではね写真撮りますのでご覧ください。どうぞ。
はい、有川宿からね、だいぶ奥まで歩いて戻ってきたんですけど、こんなもん見つけました。今時こんなもの置いてあるんですね。すごい。いや、初めて見ました。残ってるもんなんですね。はい、ですね、さっきの有川宿の本陣からちょっと奥に入ってきまして、はい、ここがね、有川宿の本陣です。ちょっとえぐい音がしてますけど、ごめんなさい。その理由は今から。さっきもちらっと映ってましたけど、ここにね、ダムっていうんですか、川の堰みたいなのがあってね、ちっちゃい滝みたいになってて、すごいなんか良さげな場所を見つけました。ちょっとね、この間からとかね、写真を撮ってみたりなんかしたので、その写真もね、見ていただければなと思います。はい、ここちょっと動画じゃなくて申し訳ございません。今出ている画像ですが、栗原市立萩野小学校というかつてあった小学校になります。と、調べたところ2014年に閉校してしまっているそうです。Google マップにも載っていない小学校です。はい、というわけでですね。はい。今日のね、めちゃめちゃプチ旅、鉄道150周年のね、日にね、電車に乗って、ね、プチな旅をするという企画でしたけども、いや本当に良かったですね。今日の旅はね、ここで終わりになってしまうような感じですけどもね、また駅の方で少し喋ろうと思います。はい、というわけでね、はい、有川駅まで帰ってまいりました。はい、駅前です。ね、はい、まあ、およそ1時間くらい楽しんで、ね、写真を撮って戻ってまいりました。でね、今日の旅はね、ここまでにしようかなと思います、ね、あと、ね、先ほど撮った写真の中でお見せできなかったものをね、皆さんにお見せしてお別れにしたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。写真もね、ご覧ください。ではまた。